さあ、下がるな。逃げたんちゃうぞ。ここやな。負けぶれ。どこや。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺客よ、客よって。来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。
本当に本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって治療されるなら早く予約をされた方が。え？ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！違う言うとんやろが。ああ、ほなもう。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当つらかったんじゃないですか。ああこんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですがお仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。内緒や。あ、ごめんなさい、余計なことを聞いちゃいましたか。気にすんなや。ただ好きでやってる仕事とちゃうからな。そうですか。私もこの仕事好きで始めたわけじゃないし、みんないろいろありますよね。せやな。私お客さんから仕事のこととか町のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって。施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう。ほら姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや趣味とかあるんか。そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええでも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんですだから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか。うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は怖いらしいです。なんやその見た目はっちゅうのは。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ
怒鳴ると怖いかもしれませんけど。その女や、暴力を振るうタイプとちゃうんか？暴力？確かに店長、力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でも、あんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ったく、何してんねや俺は。あれ、店長？え？いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。おお、先日中か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくり、このお客さんのツボをチェックせなあかんからな。じゃあ、
きます。おう、気ぃつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけか。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。何や、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、マトの店で気抜いとるようなドシロの殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。ん？リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんねん。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。
客さんですか？おい、さっさと連れてけや。逃げろ、マコト。店長、どうしたんです店長。マコト、ええから逃げろ。なんなの店長、店長どこ。脇村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、ああ、何するの。離して。おれ、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ何もやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。くれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよあよ、いかんかい。うっ、余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。追いついたで。なんやわれ、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそ、構えへん、ぶっ殺したれや。
れ、その声、さっきのお客さんですか？あの、一体何がどうなった？クソが、その女は渡さへんで、すぐに仲間が駆けつける。さかい、しつこいの。説明は後や。とにかくここを離れるぜ。な、何？し、静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで！応援呼ばんかい！はい。厄介なことになったね。行くれ。